はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日はですね、文語世界にあるカフェトピというところにお邪魔しようと思います。このカフェトピですけど、フードでは有名なシシバックさんの文語世界店のすぐ裏にあります。非常に小さくて可愛らしい、カフェとなっております。またこちらのカフェではですね、毎週日曜日オーガニックマーケットといいまして、ムズグルから運んできた新鮮な野菜なんかを売るマーケットもやっておりますので、そちらもちょっと、ご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっとお店、右側がガーデンという複合施設になっています。そこと左側がシシバックさんですね。この間の通路を通っていくと、奥の方にこういうカフェスペース、カフェトピさんがあります。はい、こちらがカフェトピさんになります。で、こちらですね、ちょっとしたあのお庭がありますので、こちらでお子さんなんか遊ぶこともできます。今日はあんまりお店出てないみたいなんですけど、こうやってフルーツとか、あとはこちら結構人気のパン、手作りパンですね。と卵、新鮮な卵と、あとこれは納豆です。あとこちら、あの有名なウブド豆腐のお店もこちらの方で出てます。とこうやっていろんな、新鮮な野菜と、あとこちらバリのイブがやってる、やっぱこちらも野菜とか、あとジャジャンとか、本当にパサールですね、小さなパサールっていう感じになってます。はい、お邪魔しました。はい、今カフェスペースの方に移ってきました。こちらすべてバンブー竹作りの、座敷になっておりまして、周りも非常に緑が多くて非常に気持ちのいいスペースです。で、今回お願いしましたのはこちら、じゃーん。はい、今日のスペシャルいちごのロールケーキです。こちらね、日替わりでいろいろスペシャルケーキとか作っていただいているんですけど、今回はいちごのロールケーキです。で、お飲み物もいろいろあるんですけど、今日はこちら、はい、バンブーストローですね。はい、こちらチャイです。あのインドのスパイスが入ったお茶をちょっとアイスでいただきます。うん、美味しいです。では、こちらのいちごのロールケーキを、よいしょ、こんな感じですね。いただきます。このいちごはあれですね、ブドゥグル のオーガニックのいちごですね。うん、そんなにね、あの甘くないんですね。ですので結構あの持たれたり、ちょっと甘いの苦手だなっていう、ね、男性の方でも全然いけちゃいます。こちらのチャイの方もですね、あのインドのチャイ、もう本場の方、飲まれた方はご存知かと思うんですけど、かなりスパイシーで、あの慣れてないとえって感じになるんですけど、こちらのチャイはそこまでスパイスきつくないです。でもほのかにスパイスの香りがして、非常になんか飲みやすい美味しいチャイです。ちなみにあのお砂糖は入ってません。お砂糖はこうやって別に入ってきます。で、これなんですけど、あのグラメラ、要はヤシ砂糖のシロップです。精製された白いお砂糖じゃなくて、あの未精製のグラメラをこうやってシロップにしてくれたやつです。ですので非常にあの健康的だということです。料金の方ですけど、こちらの、ロールケーキが、24,000ルピア、200円ぐらいですね。で、こちらの S チャイが21,000ルピア、180円ぐらいです。
日本の喫茶店の値段からしたらね、もう半分以下じゃないですかね。やっぱさすが、バリは物価安いですね。ということで、今回のレポートは以上とさせていただきます。最後までご視聴誠にありがとうございました。今回の動画面白かった、役に立ったよってことでしたら、ぜひともグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。